はい、皆さんこんにちは、しゅなたんです。はい、今回はですね、最近私がよくやってる毎日メイクをやっていこうと思います。シャワー上がりで髪の毛が濡れてますが、今からメイクをしていきたいと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということでまず眉毛を抜きます。余分なところが生えてきちゃってて、結構眉毛のケアの質問もいただくんですよね。私はピンセットで余分なところに生えてるものを抜いていっちゃってます。でちょっと放置しすぎちゃってボサボサになっちゃった時はカミソリとかで形を大まか整えてっていう感じかな。よし、じゃあ眉毛整えられたので早速メイク始めていきます。まず下地がこちらです。シュウエムラのアンリミテッドブロックブースターアンズベージュっていうカラーのやつ使っていきます。で今回このやっていくメイクなんですけど、最近本当にこのメイクばっかりやってて、よくインスタとかにも上げてるんですけど、インスタでも結構みんなからも好評で、私もすごい自分でも気に入ってるメイクなので、多分しばらくはこのメイクが私の中では安定メイクになりそう。テーマはね、海外セレブなんですよ。規模が大きすぎるけど、テーマは海外セレブ。でも外国人の方みたいな彫りは私の顔にはないので、そのことも考慮しながらやっていきます。 OK、 じゃあ続きましてコンシーラーをやっていきます。 NARS のラディアントクリーミーコンシーラーの1247番、クマとか気になるところを隠していきます。最近なんかここら辺、このおでこのここら辺がめちゃめちゃなんか荒れてるんだよな。なんでなんだろう。あんまり荒れない肌質なんですけど、最近ここの荒れが目立ってきて年を感じます。まだ21歳なのに。今回テーマ海外セレブって言ったと思うんですけど、海外セレブに限らず外国人の方って結構下地をしっかりとやられるじゃないですか。いろんな工程をやるじゃないですか。だけどそれは外国人の方だから似合うのかなって思ってて、やっぱ日本人と外国人って違うのってやっぱ顔の彫り深さだと思うんですね。ちょっとパウダー移ります。 NARS のライトリフレクティングセッティングパウダー5894番です。そう、彫りが違うから外国人の方は結構ファンデーションとか厚塗りしてもそんなにのっぺりならないと思うんですよ。でも日本人、私もそうなんですけど、なんかね、私的にもうファンデーション塗らない方が顔がね盛れる気がするんですよ。彫りがないので、とりあえずその彫りを余計にこうファンデーション塗って均一にしちゃうと、もっとなんか平たく見えて顔に立体感が出なくて盛れないので、ファンデーションをしたいところ、最近はもうパウダーとコンシーラーだけで終わらせてます。ファンデーションつけたいっていう時は厚塗りにならないように気をつけながら使ってますかね。はい、じゃあ次アイシャドウをやっていきます。ちょっと今回ね2つのパレットを使うんですけど、まずこっちからキャンメイクのパーフェクトマルチアイズ02番を使っていきます。まずはやっぱまぶたを均一にする、まぶたの色ムラをなくすために、馴染みのいいこの右上のカラーを全体的に塗ります。私今回アイシャドウはテラコッタっぽいっていうか、もうすぐ秋っていうのもあってそういうカラーを使うんですけど、アイシャドウの色とかは個人で似合う色だったり好きな色が違うと思うので、自分の好みに合わせてここは全然変えても大丈夫かなと思います。次はこっちを使います。レブロンのカラーステイルックスブックパレット930番を使っていきます。これね、視聴者さんにいただいたんですよ、前に。ありがとうございます。本当にすごい可愛い色が揃ってて、私は今回この右から2番目のこのカラーを使っていきます。ちょっとオレンジブラウンっぽい感じかな。目の際ら辺から二重幅のちょっと上ぐらいまでがっつりとも塗っちゃいます。これがメインになるので。そうだ、よく質問でシュナタンって何ベースですか、イエベですかブルベですかみたいなのを結構いただくんですよ、いつも。で私的に多分イエベだと思うんですけど、なんかあんまりそこまで気にしてなくって、私は下まぶたも目尻の方から3分の1ぐらい塗っていきます。 そこまで気にしてなくって、結局なんか自分が好きな色だったりとか自分がつけてみたい色をつけてみてそれで似合うかどうかだと思うので、そこまで縛られすぎなくてもいいと思います、私は。でなんかいろいろとメイクやっていくうちに自分に似合うカラーとか分かってくると思うので、いろいろ挑戦してみるのがおすすめです、私は。はい、じゃあ今こんな感じになっております。結構このカラーが濃いカラーでメインとなるカラーなので、もう本当にアイシャドウはこれぐらいです。これぐらいで終わりで、で次またこのキャンメイクのさっきのアイシャドウパレットに戻ってきます。左上のカラーですね、このカラーを取ってこれを目頭のところにハイライトカラーのせていきます。なんかね、これをやるだけで一気にこう目元が華やかになるんですよね。抜け感も出て海外っぽくもなると思うので、この工程は割と大切。さっき使っていた2色のアイシャドウどちらもマットなので目頭だけは
キラッとさせるようなカラーを持ってきてあげると、ここがより際立ってポイントになって可愛いです。めちゃくちゃ。はい、こんな感じで、そしたら続いてアイラインを引きます。ラブライナーのキットアイライナー、なんていうカラーだったっけな、ちょっと紫がかったカラー、バーガンディっぽいカラーっていうのかな、になってます。これを目尻に引いていきます。こういうカラー私すごい好きで、意外とこういうオレンジっぽいアイシャドウとかにもね合うんですよね。結構アイラインっていうと目をこう閉じて引くイメージがあるんですけど、実際って目を開けてる時間の方が長いじゃないですか、閉じてる時よりも。だから目を開けて描いた方が想像しやすいと思うの で、なんか目の形って私は左右で違うので、目を閉じて同じように引いたとしても目を開けた時になんかちょっと違くないっていう感じになるんですよ。だから目を開けながら描いた方が割とバランスよく描ける気がする。海外セレブの方みたいな目力をつけていきたいので、これもラブライナーのものなんですけど、クリームフィットペンシルの RBR ローズブラウンだったっけなを使っていきます。これもちょっと紫がかったというかピンクっぽい赤っぽい感じのブラウンカラー、これを目頭のこの内側のところと下の際のところも若干引いていきます。ここはもうほんとなぞるぐらいのイメージかな。石灰アイみたいにちょっと延長させるのも可愛いんですけど、私は延長させない方が自分の目には合ってると思うので、結構石灰アイって難しいじゃないですか、なんか引きすぎるとすごいハロウィンかなみたいな感じになっちゃうんで、今回毎日メイクだし本当になぞるぐらいでも全然目力変わってくるので、このぐらいで大丈夫です。はい、こんな感じで OK です。じゃあ次ちょっと眉毛を描いていこうかな。なんかいつも私順番がねよくわかんない順番なんですけど、え、マスカラやんないのっていう話ですよね。ちょっと一回眉毛描かせてください。眉毛はもうほんと自分の髪色に合わせてください。何色でも大丈夫です、自分の髪色に合っていたら。私は今ハイトーンなので、メイベリンのファッションブローパウダーインペンシル NBR3番、明るい茶色っていうカラーを使っていきます。で、結構海外セレブの方とかって眉毛がこうしっかりねあるイメージがあると思うんですけど、まあ日本人に合うメイクをしていきたいので、もう私は自分の眉毛を活かしてやっていきます。私のこの自眉ってめちゃくちゃ薄いんですよ。薄いというかそこまで主張が激しくない眉毛なんですね、もともと。でも私もね昔よく高2ぐらいかな、すごい海外にこうハマり出したというか、そうで、その時もねほんと海外っぽいメイクをしたいと思ってめっちゃ眉毛濃くしたりとか毛まつけたりとかっていう風にやってたんですよね。それもそれでね可愛いとは思うんですが、最近はほんと自分の顔を活かすようなメイクをしているんですよね。やっぱり自分の顔を活かしてあげるメイクの方がより馴染みやすいし、たまには濃いメイクもねしたくなるんですけど、最近はちょっと思考が変わってきましたね。やっぱ無理せず自然にナチュラルにメイクをするようになりました。成長でちょっとスクリーンブラシで溶かして溶かして、マイマスカラをします。自分の髪色に合わせたキスミヘビーローテーションのカラーリングアイブロウ03番アッシュブラウンってやつです。これハイトーンの方とか結構おすすめのカラーですね。割と眉毛の存在感をちょっと薄くしてくれるので。そう、私結構海外好き、海外憧れてる系女子なんですけど、なんでだろう、何のきっかけでハマったんだろうな。多分その高2ぐらいの時にすごい一気に海外が好きになって、多分ねあれが大きいかも。ミュージカリー知ってます？皆さんミュージカリー、ミュージカリー、ミュージカリーどっちだ、 TikTok の前のアプリっていうのかな。もともとミュージカリーっていうアプリがあったんですよ。アメリカかどっかのアプリなんですかね。でそれもまあ TikTok みたいな感じで自分でこうカメラを動かしながら撮影するみたいな感じだったんですけど、音楽に合わせてそれを見始めたんですね。でもともとそういう海外の方の雰囲気というかには憧れがすごいあったので、やっぱ見ちゃってどん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 ハマっていって、でそっからかな、結構私もこういう雰囲気になりたいみたいなのが結構出てきたかもしれない。じゃあ次マスカラをしていきます。メイベリのラッシュニスタ N のチェリーブラックを使っていきます。上下とも塗っていきます。それが多分一番大きいかな、ミュージカリーが一番大きい気がする。その時代から応援してくれてる方はめちゃくちゃ懐かしいと思うんですけど、見るだけじゃなくて私も実際ミュージカリーやってて、そう、その海外の方のミュージカリーを見て感化されて同じようにやってましたね。懐かしい。そこから割とハマっていきましたね、海外には。海外って一括りにしてますけど、中でもまあアメリカ系とかかな、すごいヘルシーでかっこいい女性っていうのにすごく惹かれて、でまあその高2ぐらいの時に海外に憧れ始めて、そういうメイクとかファッションとかもちょっと変わりだしたんですけど、その後はいろいろ私もさまよった気がする。自分の中の好みとしては変わってはなかったんですけど、一回脱線しましたよね、多分私。インスタとか遡ればわかると思うけど、高校卒業したくらい、京スキに出た後ぐらいから、
多分雰囲気私変わったんですよね、一時期。ちょっとなんか可愛い系も、可愛い系もそこまで可愛い系じゃないですけど、今までのそのもう本当ザ海外系っていう感じ、若干可愛い系にシフトチェンジしていった感はありますよね。もう最近はまたがっつり海外系が自分の中では来てて、髪の毛もブロンドにしたし、やっぱこういう雰囲気が私は好きですね。あ、そうだ、今さめちゃくちゃ今さらなんですけど、カラコンはポップレンズの B リングのブラウンを使ってます。めっちゃ今さら。いつもメイク動画とかでカラコンのね、紹介をするの忘れちゃうんですよ。いつもね、しようしようと思いながら忘れちゃってメイクをしだしちゃうんですよね。じゃあこんな感じでアイメイク完成で、続きまして大事なコントアリングしていきます。 MAC のスタジオフィックススカルプト&シェイプコンターパレットのライトミディアムです。で、これの下の段の真ん中のこのカラーを使っていきます。コントアリングはね、一番大事かも。外国人の方と日本人の一番の違いって多分彫りだと思うので、顔の立体感をコントアリングで作っていく。作っちゃうんですないなら作っちゃう。よくコントアリングって変わりますかとかコメントあるんですよ。で、私もめちゃくちゃそれ思います。すっごい地味じゃないですかって色もないし、で本当にこんなちょっとで変わるのって思うんですよね、やっぱ。でも本当にやってる時とやってない時では結構ね、顔の印象が変わるんですよね。でもこのコントアリングってめちゃくちゃ難しいんですよね。顔の骨を理解しないと多分すごく難しいと思うんですけど、私もまだまだ完璧ではないんですけど、でもなんかなんとなく入れるんじゃなくって、ちゃんとこの骨の位置だったりとかっていうのを自分で確認しながらやっていくと、より綺麗に、より効果を発揮してくれると思うので、顔を綺麗に見せてくれるっていうのはもちろん、メイクもね綺麗に見えるので、まあそういう面でも割と欠かせないところだと思います。美容部員さんとかもすっぴんの時でも唯一コントアをするっていう方もいらっしゃって、やっぱやるだけで全然違うんだなって思います。で、次チーク、ナーズのブラッシュの4078番です。このカラーがもう最近大好きで、ベージュっぽい感じのカラーなんですけど、ちょうどいい発色ですっごい気に入ってて、こんな感じのカラーで、ここもポイント。最近一番変わったところっていうか、チークはこのままいつも通りこう外側らへんからさーっと、私はね斜めに入れるのが好きです。斜めにこうさっと入ってるとクールな印象になるので、こんな感じで入れてます。最近ここにプラス、この鼻のところ、ここにもね入れてます。もうここが一番のポイント、最近のメイクの、まあ、いわゆる日焼けチークみたいな感じかな。あえてここにチークを入れる人あんまりいないかもなんですけど、日焼けしてる風に見えるので、すごくヘルシーな印象になるんですよね。だから一気に海外っぽく見えると思うので、この日焼けチーク可愛いし、すごくで血色感も出るので、なんかこう健康的に見えるっていうか、顔色も悪く見えないし、やりすぎてしまったりとかするとあれだと思うんですけど、程よくこんな感じでやっています。最近で、次がハイライト、ザ・バームのミラリールーマナイザーを使っていきます。で、ハイライトもねしっかり入れてあげた方がよりゴージャスになるので、海外セレブっぽい雰囲気が増すと思います。ポイントポイントで海外の方のメイクを参考に真似していって、で、ここはちょっと自分に似合わないなっていうものは引き算していってあげると、無理せず自然な感じでハマっていくと思うので、そういった感じでメイクしてあげるのがいいと思います。で、ラストリップなんですけれども、私が最近よく使ってるリップがこれなんですよ。メイベリンのスーパーステマットインクの255番で、ね、これがコーヒーコレクション、前私も動画で紹介したんですけど、コーヒーコレクションのカラーなんですね。これが限定でもうね売ってないんですよ、これが。そうだからちょっと動画にしよう、どうしようって思ったんですけど、でもこのカラーがすごい大好きで、よく最近はこれをつけてるので、私はこのカラーをちょっと使わせていただきますが、私が持ってるリップでなんか代用できないかなと思って、ちょっと似たような色味ないかなと思って探した結果、 MAC のパウダーキスリップスティックのインパルシブっていうカラー、この色なんですけど、このカラーがちょっとね違うんですけど、これが雰囲気が似てたかなって思ってて、出すとこんな感じなんですけど、なんかねインパルシブの方がちょっとオレンジっぽさが強いんですよね。メイベリの方が若干ピンク味が強くて、でもなんか雰囲気的には近そうかなっていうのは思います。で、あともう一個、スックのコンフォートリップフルイドグロー08番です。このカラーもすごくヌーディーなベージュのカラーで、これもね多分似てると思う。上に出します。こんな感じ、こっちのが似てるか、こ
んな感じです。まあ、でもこのメイベリンのリップはマットなんですよ。このマットな質感がいいって方はマックの方が近いかな、質感的には。このスックは若干こうツヤがある感じのタイプなので、逆にツヤが欲しいっていう方はこのリップがいいかな。じゃあ私はちょっとメイベリンを塗っちゃいます。すいません。あ、こんな感じ。なんかやっぱり海外の方ってリップにあまり色味をつけないイメージがあるんですよ。すごくヌーディーなリップをされる方が多い気がしてて、やっぱこういうリップつけると一気に海外っぽさが増すので、かわいい色。まあこういったカラーがおすすめですね、めちゃくちゃ。よし、これでメイク完成。どうですか、ちょっと海外セレブっぽい雰囲気出せてるかな。髪の毛もね、もうめっちゃ乾いてきたので、ちょっと一回やってきます。はい、ということでこんな感じで完成いたしました。私の最近の毎日メイク、海外セレブに憧れてバージョンでございます。はい、まあ今回こんな感じでメイクしてみたんですけど、やっぱりポイント的には全部が全部を参考にしすぎないっていうことと、日焼けっぽい感じのチーク、あとこのリップのカラーですかね。日本って、まあ、もちろん人にはよりますが、どちらかというと血色感を気にしていたりとか、ちょっと色のあるものをつけるイメージがあるんですけど、海外の方って逆にリップとかは血色感を逆に与えないぐらいのヌーディーなカラーを使ってる方がすごい多いなっていう風に感じているので、こういうカラーをつけることで一気に海外っぽさは出ると思います。ただこういうリップをつけるときに、やっぱりこれでチークも塗っていなかったりとか、アイシャドウももっとブラウンベースなものとかを使っていくと、さすがにちょっと血色感がなさすぎて不健康に見えちゃったりとかっていうのもあると思うので、アイシャドウにこういうカラーものを使っていたりとか、あとはチークもちょっと目立たせて、そこでうまくバランスをとっていけると、こういったリップもより使いやすくなると思います。ちょっとコーディネートもちらっと紹介してみようかな。今これ着てるトップスがアベマーのやつで、これルームウェアとして一応発売されてるんですけど、すごい伸縮性もあって、別々で着たりとかすれば全然お出かけにも着れるような感じのものなので、今日はこのトップスに、下はもうシンプルにデニムを合わせています。濃いめのデニム、ワイドな見えるかしら。そうで、ベルトもしていて、もうめちゃめちゃカジュアルな雰囲気にしてみました。このメイクはこういったカジュアルな服装の時でも合いますし、逆にちょっとドレスアップした時とかにもハマるメイクだと思うので、本当にもうデイリー使いできるようなそんなメイクでございます。はい、ということで最近のね、私の毎日メイク、このメイクを一回やった時に自分でもすごく好みのメイクができたなと思って、そこからすごくハマってるメイクなので、割と最近このメイクを多くやるんですが、少しでもね、何かどっか一部分とかでも参考になったら嬉しいなと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。